です。今回はですね、ゴッドノーズのイントロを解説していこうと思うんですが、僕はその鈴宮春日の憂鬱というアニメを、まあ、昔ね、ちょっと見ただけでもうほとんど記憶になかったんですね。なので昨日ね、一応2話まで見たんですよ。で、2話まで見た感想は、まあ、春日がやばいなと思ってこんなやばい人なんだと思って見てました。今後ね、どんなストーリーが展開されていくのか非常に楽しみなんですけど、まあ、ゴッドノーズっていう曲自体は僕はもうだいぶ前から知ってたんですね。鈴宮春日の憂鬱を見てなくても知ってたんですよ。まあ、それぐらいかなりアニソンの中では、まあ、有名な曲だと思います。まあ、有名だし、かなり人気のある曲だし、で、非常にやっぱイントロがかっこいいんですよね。で、まあ、ギターやってる人なら、まあ、めちゃくちゃ練習になる曲だと思います。まあ、特にね、どういう部分が練習になるかなと考えたときに、やっぱり早弾きの、まあ、入門曲にはちょうどいいのかなとは思ったりします。なので、まあ、もしね、早弾きに興味がある方や、まあ、このゴッドノーズね、弾いてみたいなって思う方は、よかったらね、この動画を最後まで、見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではね、ゴッドノーズのイントロを解説をしていくのですが、まずね、重要なのはこの一小節目ですね。この一小節目のフレーズができれば、まあ、このイントロの半分ぐらいは弾けたことになるので、まず最初の一小節目をね、徹底的に解説していこうかなと思います。まず、これね、16フレット、14フレット、12フレットってあるじゃないですか。この時の運指を、まあ、人差し指、中指、小指にしてほしいんですね。これなんでかっていうと、まあ、ギターにはね、3ノートパーストリングっていうね、まあ、早弾きしやすい運指があって、で、それで、その中の一つに、人差し指、中指、小指で使うパターンがあるんですね。なので、まあ、この曲をきっかけに、この早弾きでよく使う運指に慣れていただきたいっていうのもありますし、まあ、小指のね、小指を鍛える練習にもなるので、人差し指、中指、小指でやっていただけたらなと思います。なので、最初の16は小指です。で、一拍目のリズムは、タンタタです。タンタタ。で、この時は、ピッキングはダウンダウンアップです。8分音符は、基本的にダウンで弾いてください。で、16分は、オルタネートでダウンアップで弾く。なので、一拍目は、ダウンダウンアップ。で、二拍目から三拍目にかけて、ずっとオルタネートピッキングですね。こんな感じ。で、また4拍目、8分音符で12、14ってダウン、ダウンで弾きます。こんな感じですね。はい。できましたでしょうか。で、これが次の小節も全く同じですね。小指からスタートさせて。はい。で、3小節目なんですが、最後4拍目の裏で11フレットにずれます。この時人差し指ずらしてあげましょう。こんな感じでずらして、中指で12。で、また11フレット人差し指。で、2弦の12フレット中指。で、14フレット小指。で、また1弦の11フレット人差し指。で、12フレットも人差し指で行くことによって、また、この16、14、12のこの人差し指、中指、小指の運指に戻れます。はい。で、また、繰り返しですね。同じように弾いていきます。全く一緒ですね。はい。で、次にですね、高速のプリングですね。ここがめちゃくちゃ早いです。むちゃくちゃ早いんですけど、フルピッキングではないので、まだやりやすいかなと思います。まあ、これはもうあらかじめ、人差し指、中指、小指を、フレットに置いた状態で、一回ずつピッキング。16でピッキングして、で、プリング、プリング。まあ、これですね。この動作を連続で行います。で、この時のプリングのコツなんですけど、あまり指の、そうですね、浅い部分でプリングしない方がいいです。結構ね、深めに押さえた方がプリングがしっかりなります。
特にアコギ出身の方って、まあ、C とか D とか行動されるときに、まあ、指を立てるっていう、そういう意識があると思うので、こうね、いざ単音で弾いたときにめちゃくちゃ指立てる人がいるんですけど、そこまで指は立てないです。特に人差し指は結構指の奥の方で押さえております。はい、そうすることによって、そんなにね、なんか強く引っ掛けなくてもしっかりプリングは鳴ってくれます。はい、こんな感じですね。で、こっから1弦2弦1弦2弦っていう風に移ります。こんな感じで交互にね、1弦2弦1弦2弦ってなるんですけど、まあ、ここはまあ人差し指押さえっぱなしの状態でもいいんですが、僕は個人的には、離した方が練習になるから離して弾いてます。まあけど、まあ押さえっぱなしでもどちらでもいいかなと思います。で、最後のこの4拍目、ちょっとあのフレーズ的にはなんかちょっとつながりが悪い感じの音なんですけど、こんな感じですね。はい、ここ、中指から人差し指で14から12プリングして、1弦2弦解放弦、はい、こんな感じになります。そしてまた同じように、16から風に弾いていきます。で、次に一気にね、19フレットに移動するんですけど、この時は小指じゃなくて薬指で、行ってあげた方が弾きやすいかなと個人的には思ってます。こんな感じですね。タッツタッ で、次のタイミングでまた薬指で16フレットで、人差し指で14、16。こんな感じですね。で、次、10小節目なんですけど、またね、これ薬指からスタートします。薬指で14。で、12は人差し指。で、次11。これ人差し指でいきましょう。で、中指で12、小指で14。はい。これで、ここでまたこれ12、10、11、12、14っていうね、これまた3ノートパーストリングでよく使う人差し指、中指、小指の形です。これもぜひね、覚えておきましょう。で、また同じように、最初と一緒ですね。はい、全く一緒。で、最後またね、プリングなんですけど、先ほどのプリングとはちょっと違って、まあ、フレットの間隔が違いますよね。16、14、13。使う指は同じなんですけど、さっきは12フレットが人差し指だったのが13フレットになります。で、押さえた状態でピッキングして、プリング。これを連続で、タララ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 。こんな感じで弾いていきます。まあ、この時ね、まあ、さっきも言ったように、あんまり指をね、浅く、押さえないように、結構深めで押さえてあげると、プリングがしっかりなってくれます。で、最後、人差し指で、13フレットピッキングした後に、ハーフチョーキング。ハーフチョーキングっていうのは、まあ、通常のチョーキング、1音チョーキングの半分なので、1フレット分上げます。つまり、この上げた時の音が14フレットになるように、上げましょう。で、チョークダウン、チョーキングダウン、このまま下げてきて、最後中指で2弦14フレット。で、グリスダウンっていう感じですね。はい、こんな感じになります。ではね、一度めちゃくちゃゆっくり弾いてみたいなと思います。まあ、これでね、皆さんその一緒に弾いていただけたらなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
こんな感じです。まあ、この曲のね、演奏ポイントとしては、やっぱりオルタネートピッキングです。常にこのダウンアップ。なんですけど、これ、準アングルって言ってね、弦に対してピックをかなり斜めに入れてあげます。平行アングルじゃなくて、こういう準アングル。キュッ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 いう感じぐらいまで出してもらって大丈夫です。まあ実際そのゴッドノーズの曲がかなりね、ピッキングノイズが聞こえてくるので、まあこれぐらいの角度でもいいのかなと思います。で、そこまでなんか丁寧に弾いてるっていう感じは、しなかったので、まあ雑で、ある程度雑で弾いてもらっても問題ないかなと思いますので、まあ気軽に練習していただけたらなと思います。はい。まあ、皆さんね、ギターは楽しんで、最初はね、練習していただければいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ゴッドノーズのイントロを解説させていただいたのですが、まあ、この曲はですね、まあ、オルタネートピッキングの練習にはかなりいいですし、まあ、この曲がね、弾ければね、もう結構いろんな方が知ってるので、まあ、自慢できる、一曲だと思います。なのでね、たくさん練習して、この曲をマスターしてみてください。はい、ではね、今回の動画が良かったなと思われた方、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。